福岡県道297号マスフチ、八幡東自転車道線は、福岡県北九州市小倉南区から、北九州市八幡東区に至る一般県道。1974年から整備を開始し、一部原道利用で、総延長 33.4km、基本福井 2.5m。起点の小倉南区、頂基地からマスフチダムの周囲をめぐり、 マスフチダムの延抵抗定差を、道原公園にかかる螺線橋の流線橋で降りて紫川沿いを北上し、道原から徳吉南までは、県道258号を経由する。徳吉南からは、大間川に沿って西に進み、大間峠の中ばで、県道61号に合流して、八幡東区田城に抜ける。田城からは、田城川沿いに北上し、 川内貯水池の西岸をめぐって、川内の集落に至る。川内地,地区林道を経由して周回した後に湖畔に復帰し、川内貯水池の西岸を再び北上し、終点の上茂田にたどり着く。マスフチダムの湖畔区間は、マスフチダムサイクリング道路、川内貯水池の湖畔区間は、川内サイクリング道路として整備されている。 増スブチ河内は自転車の往来がほとんどなく、大間峠のつづら折り区間は路面の荒廃が著しい。全線にわたって剣道の標識がない。指導大和大倉二号線と増ス八幡東自転車道線の並走区間八幡東区、河内に、ありがとうございます。